また会ったね。僕ら初めて会ってからどのくらいかな。時が経つのはあっという間だね。ペルソナ使いとしての日常はどう？そう、それはよかった。やってくる終わりについてまた少し思い出したんだ。終わりが来ちゃう原因は多分ずっと前の出来事にある。そう、確か10年前だ。ねえ、君が両親を亡くしたのも確か10年前だったよね。ペルソナはね、使う人の鏡なんだ。だからペルソナ使いは自分自身の本当から逃げられない。でも僕はそれでも君と共にあるよ。友達だからね。
どうしたみんな、腹でも減ってるのか。いえ。もうすぐ夏休みですね。皆さん何しようとか考えてますか？そらまあ夏といえば海っしょ。ビーチに水着にひと夏の思い出。はあ、気晴らしにどっか海とか行きてー。なんかこう、南の方のめちゃくちゃ透き通ってるっぽいとこ。つか明日から期末だよ。はあ、マジたり。まあまあ。けど、綺麗な海って言うと、沖縄とか一度行ってみたいな。沖縄じゃないけど、屋久島って選択肢ならありかもね。理事長、いらしてたんですか？いや、前を通りかかったんで、来週の予定をちょっと知らせにね。キリジョー君、お父上は今年の休暇を屋久島で取られるつもりらしい。え、お父様が？試験が明ければ君らは休みだろ？どうだい、ここらで気分転換でも。マジ？それ旅行ってことっすよね？来たー！海、海、水着、水着！水着水着ってこいつ。どうだい、キリジョー君。しかし、お父様もお忙しい方ですし、せっかくのご休暇をかき回すわけには。珍しく弱気じゃないか。ご息女が顔を見せに来るというのに、お父上は迷惑がるぞ。君らは本当によくやってる。たまには息抜きも必要だよ。次の作戦日も分かっているわけだし、私はいいと思うけどね。ですが。先輩、お願いしやす。分かった。気分転換必須事項のようだ。行こうじゃないか。うっしゃー！海か。特別メニューが組めそうだな。やっべ、楽しみ。私、水着とか買わないと。なんだよ、俺の貸してやるって。バカだ。理事長も泳ぐんですか？僕は泳ぐのはちょっとね。夏の太陽を浴びると体が灰になる。え？マジ？バカだ。さあ、キリジョー先輩。この前はすいませんでした。その、言い過ぎたかもって。構わないさ。屋久島に行くことになったのも、ある意味必然かもしれない。あの事故の当事者はもうすべていないと理事長は私をかばってはくれたがな。実は一人だけ、生き証人がいるんだ。生き証人？私の父さ。そうだったんだ。